はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。これね、豪傑ミッションのためにやってますね。今回はね、花子さんゲット したいと思います。メイドの花子さんね、30% バリア、今回ねバリアが重要なんであれですけどね、まあ、ちょっと効果6なのが気に入らないですけど、やっていきましょう。入手方法はなんかあんまりちゃんと表でなってないね。ランキング報酬や金貨交換所等で仲間になるよってね、私ね昨日逃しちゃったよミッション。一応ね、入手方法はデイリーミッションで毎日50、これ昨日アイテムやるの忘れちゃったで、あと600ね、1000万スコア、今回1000万スコアと、あとね交換でね、1個交換しちゃったんですけど、50個交換できるのね。で2500交換できるから、まあ1500、50個だから2500か、2500だからね、1500、いや違う、1000だから、その後2突するためには、まあデイリーミッションがね、まあやりながら喋るか、デイリーミッションが8日間後で400絆手に入るんで、まあちょっとここで500以内入んないと2突できないのかな、こんな感じかな。はい、じゃあやっていきましょう。一応ねどうしようかな、フィーバー入れるか、獲得スコアアップ入れて、でミッション用でねフルアタックはまだやりたくないので、アイテム、ダメージ、50%。これでいくか。はい。陽気上昇はいいや。で、一応ね、メンバーは、やりながら喋りましょうか。これでいけると思うんだよな、普通に。で、あ、失敗です、これ。やっちまった、これ今下打ちしちゃったね俺これは別のミッション用だよね。これでいけんのかな、ちょっとやれるだけやってみましょう。これはノーマル軍マシンで倒すミッション用ですねこれね。ただちょっと下打ちしちゃって申し訳なかったけど、こいつがバリアなんだよね確か。だから何だっけ、前衛だけバリアかなこれ。ちょっとこれでいってみましょうか。バリアって、あ、後衛だけなんだ、なるほどね。あ、でもこれで入るか。いけるかな、いけなかったらいけるな、まあ、しょうがないね、ちゃんと確認しなかったのがあるよね。お祓いもしたいんだけど、あ、これもまたバリアがコマさんに必要なのにな。はい、まあいいや、避けとくか、これも一応避けとくか。これ避けても切れないんだよな、非常に癖があるよね攻撃に。ちょっと予定がずれちゃったけど、あ、またコマさんだけバリアできなかった。どうなんだろうな。一回だけコンテにしようかな。まあちょっとね、群馬市本来のメンバーじゃないんだ、なんだけど。ああ、やられた。
やられるとめんどくさいんだよね、あのお祓いがいなくなるからね。ちょっともうここまでやっちゃったんでコンティニューを一回しようなんだよ、せっかくアイテム3つも使ったのに。あ、陽気減少なんだ、やだ。あ、打ち消しされちゃうんだ。やっぱりちゃんと避けた方がいいんだろうな。ちょっといくつだったか分かんないから、ちょっとこれもコンティニューしちゃおうひどいけど、でもまあいいや。意外になんかね、ミスとかの方が評判がいいんだよね。355、あ、コマさんもいなくなった。これ生き残んないとポイントも下がるんだよな。さあ、なんかフルアタックになっちゃったなひどい。これでダメだったらもうお蔵入りだよ。やばい、生き残りがちょっと足りてないな。もうゲージも下がってら。なんかギリギリダメっぽい気がする。ドン、わあ、よかった、いけたひどいな。ちょっとね、群馬人ね、あのミッション用にしちゃいましたね。はい、どうなんでしょう。まあでも院長と、まあ栗姫だね。駒さんは壁役として優秀だなという感じで。はい、まあなんかビーバーも来やがったな。まあ気になったらねそうで、ちょっとねこの後にするか先にするか分かんないけど、一応ミッションもねクリアしたんで、あっちのね一応このね全部ね、なんでそれもまた別途やりたいと思いますけど、ひどいねはい、まあまあまあ、とにかく一応はい1000万いきました。でこれでいけるのか、こんぐらいかな。で、後半戦はね、金貨は花子さんを 全力で交換して、であとはねガシャチケットと、あと欲しいのが、絶対欲しいのがね、このスキル継承なんで、まあそれとを全部交換できるように、まあ土日ね、金貨アップがあるんで、そこで、うん、土日でほとんど終わらしたいなと思ってます。前半戦の分があるんで、一応破れかぶれ委員長が今4凸なのかな、なので、そこでね、いやーミスったな。4凸だよね、4凸なんで、あと4500か、4500交換できればいいなと思ってます。4500もあんのかな。90回交換できないのか。うん、いけるね、一応ね100個あるんで、まあいけるので、まあ、なるべく前半戦の金貨を使ってやって私はアタッカー委員長なのかな、ちょっと分かんないけどね。まあもうね、ちょっと500以内どうせ入れ、250以内かもう入れ、あ、500以内でねもう入れないんで、なんかもうやり投げというか投げやりな感じですかね。はい、うん、どうしようかな。ただ点数入れた方がね、さっきのねパーセンテージがいいので、なんかスコアのね、なんで点数入れた方がいいなっていうのも少しあるんですけど、うん、まあちょっとこの辺ね、土日が金カップなんでね、それで決めたいと思います。まあ、こっちで全部交換できたらそれはそれでいいんだよな。うん、なんでこっちで交換しつつ、あとは、うん、全部できないね。なんで、全部できないんで、ただこっちではね、必ず最低限こっちのスキルとかは交換したいので、うん、こっちの最低限を交換して、あとは後半戦も金貨ね、後半戦金貨特攻3体ね、いるんで、ニャンゲーね、うん、ニャンゲーで回って、そうだな、基本的には後半戦の方で、うん、交換しようかな。はい、なんでって感じかな。はい、前半戦で、そうだな、はい、
じゃあゲットしましょうか。不気味の転生初ですね。ねえ、初日逃しちゃったけど、まあ15ぐらい、後々この15が痛いことになるのならないことを祈りつつ、はい、呪いの花子再現を獲得しました。なんかワカメちゃんみたいなスカートですけど、ランセもメイドがお使いします。どうぞ楽しんでってください、呪いの歌をってことね。はい、メイドの花子再現と仲間になりました。不気味初の転生ですね。一応軽く見て終わりにしましょうか。ちょっとね、見苦しいところをお見せしましたが、これはすき焼きいるパターンなのかな。結構ね、サブアカとかがね、食い物がなくて苦戦してるんですけど、すき焼きはいる系ですね。ちょっと大変なんですよね、サブアカとかで。一応戦力は、イベント妖怪だからね、8000ですね。で、大辞典で見ましょうか。転生ね、もうランクで見ちゃいましょうか。転生が2個抜けてんだな、スノーラビーとな。揚力2854だな。で、メイド喫茶でバイトをする花子さんに天才や音楽の際に弾いてた才への力が宿った。その力を使い、歌や楽器の演奏でお客さんを楽しませているが、聞いたものは呪われてしまうという噂があるって。これね、スマイルセットなんだね。勇ましからのダメージ 10% ダウン、不気味3体で効果が 5% 追加効果ね。で、やっぱバリアね、まあそんなにすごくないかな。必中はありがたいよね、命中ダウンだ。これでナタと命中ダウン、さっき流行ってるからね効果6の命中ダウンか。またね、命中ダウンコンビみたいのね、できたらね、作りたいよね。すごいね、命中ダウンでかいな。なんかほんと転生全部持ってる人すごいね。一応絞り込みだと、揚力的には全妖怪3位で、守りはスノラビが1位、回避は、回避は高くない。あれ、何が得意なの。ヒットポイントか。ヒットポイントは四天王寺でしょ、だって。あ、ヒットポイントが世界1位なんだ。はい、という感じで、ヒットポイントすごいんだね。5112。あ、シュカと同列だ。はい、そんな感じで、ヒットポイント界の1番なんですね。という感じでゲットできました。さっきも言ったけど、命中ダウンがね、命中ダウンってやっぱりいいよね、必殺技。命中ダウン。あ、相当できないけど、まあさっきね、さっきじゃねえ、次の動画で見せるかな。豪傑ね、豪傑といえばナタコンビがね、命中ダウンで、いるんですけど、命中ダウンはやっぱね、すごいんでね。でもこっち効果マイナス7なんだよな。なんで、命中ダウンが今後ね、あれあると楽なんですよ、みんな、ミスばっかして。なんで、まあきっとね、うまい使い方があるんじゃないかなと思うんで、まあ不気味は結構強いんでね。命中ダウン、相当してほしいな。これ、あった、サキちゃんだ。サキちゃん転生してくんねえかな。紹介状妖怪ですね。命中ダウンは楽しみですよね。はめたいですね。なんか、あ、小生土蜘蛛がいた。でも効果マイナス3だ。なんで、命中ダウンをね、かき集めて、またやりたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。ちょっと見苦しい姿を見せちゃったんだけど。はい。こ
こんな感じでございます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではねちょっと気をつけましょうね、これね、本当。メモね、書いておくんだよね。あの、近海用とか、本番用とか、ミッション用とかね。これ、本番用だね。まあでも今回ね、キンカップが、あと、門芸もいて、ね、あの、3回使えるんで、これで周回してるんだけどね。はい。これで、金貨貯めまくりたいと思います。はい、すいません。またお会いしましょう。さようなら。ああ、よかった。